教育の話というのはこう、ね、大きな括りでさっきも言いましたけど、うん、お金の話、一郎さんとか、はい、石川遼君とかさ、父親がすごく熱心にこう、うちは今5歳の子供がいまして、はい、5歳か、ちっちゃい頃からやってると違うんだね、うん、やんないよね、ないないない、そんなのすげえなと思って、今の子はなあ、僕はね、野望がありますから、あいつの世話になんかならねえぜって。どうも、刹那の瞬間、小町です。刹那って短い時間のことを指すから10年ですよ、それっていう金梨和也です。ツイッターを見てくださいね、よろしくお願いします。はい、というわけで節約大戦公式チャンネルの時間が、始まりました。今日も節約ちゃん元気です。はいね、お願いします。はい、というわけで、このチャンネルは何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであればどんなことでも取り上げる多色チャンネルです。節約に抜けたっつーの、お前は惜しかったよ。惜しいじゃねえんだよ、素でやってくれるから本当に面白いですよね。はい、うまく反応してくできたと思ったんだけど、はい、で、はい、今日のテーマね、初めて取り上げるんですけど、うん、育児ですね。はい、はい、育児、まあ子育て、子育て論ということですね、うん、まあ話をしてみたいなと。はい、過去動画ないですね。まあなんかどっかで話してたよ絶対。まあまあまあ、ちょっとぜひね、ちょっとでもこれは何回か話したいなっていうことがあるので、はい、面白かったらぜひチャンネル登録もして、よろしくねということで。はい、ということでですね、まあ僕が金梨さんにずっと言っていることがございまして、うん、まあそれはね、教育とは投資であるという、はい、聞いたことあるね。あるある。子供がさ、しっかり自立してくれて、うん、たくさんお金を稼げるようになったら、まあ多分僕の老後はね、安泰じゃないですか。そうだね、鳥山二号艇が立ったりする、ね、そう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 、まあね、いい関係性さえ作っておけばさ、困った時きっとね、助けて、うん、そうだよね、くれるじゃないですか。うん、はい、お父さん助けてあげてますか、金梨さん。俺が助けられてもう助けてあげてくださいよ。そう、そうだよね。そう、はい、っていうこともやっぱ考えていかないといけない、うん、でもそういうふうにやっぱ親のことっていうのはやっぱそうやってね考えるじゃないですか。何かができるできないっていうのを置いといて、ああもう親もなんかちょっとだいぶ年取ってきたなみたいなことを考えるっていうことは、自分もそうやって考えてもらえるということなので、まあそこはちょっと頑張っておくと、まあ、これはいいのかなというふうに思っています。もちろんそれだけじゃないですけどね、子供のためっていうかね、そのしっかりと自立してほしいっていうのがまあ一番ではあるんですけど、はい、当然あもちろんね、子供の世話に別に僕もなろうと、今からなろうと思って、うん、老後は子供の世話になるからっていう、まあそういうふうに思ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ僕はね、僕の夢というの野望がありますから、あいつの世話になんかならねえぜっていう、ね、あそっち、そっちね、息子に全部養ってもらうぜっていう野望が、いやいや、じゃなくてちゃんと野望があるから、そうでさ、世代的にね、うん、ちょっと古い話で恐縮ですけど、はい、まあ、さっき金梨さんも言ってましたけど、イチローさんとかね、はいはい、豊山の大豪邸イチローさんとか、はい、まあ、石川遼君とかさ、はいはいはい、こう父親がすごく熱心にこうね、英才教育、野球とかゴルフの、うん、石川遼なんてあれだよね、なんかサラリーマンだったけど、お父さんがその子供だけ小学生の石川遼君をゴルフ場を連れてって、誰か一緒に行く人回ってくださいみたいな感じで、へー、大人と一緒に回らせたけど、自分は車で待ってる、そうなんだっていうのをやってたんだって、すごいねっていうようなさ、そんなにこう熱心にやらせたというさ、そういうエピソードもありますけど、うん、あのイメージですよ。最近だと井上尚弥とか、うん、そうだね、何があったの教えてごらん、井上尚弥は知らないから、お父ちゃんに教えてもらったんだよ、うん、うん、そしたら今世界チャンピオンです。話が軽いな、ちょっとエピソードトークがさ、こういう、はあ、こういうことをやっててさっていう、今の石川遼の話みたいな、あ、あと他に亀田三兄弟とか、あ、でもそうだよね、亀田三兄弟もそう、お父さんすごいあれだもんね、そう、確かに結局世界チャンピオンになるんだよね、うん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 、そういうイメージです。軽い、亀田の親父のイメージです、俺は。で、うちのね、うちは今5歳の子供がいまして、はい、5歳か、そう、一人息子なんですけど、はい、まあ、教育の話というのはこう、ね、大きな括りでさっきも言いましたけど、うん、お金の話っていうのもなると思います、ね、教育費がかかるだろうし、その投資的な側面もあるし、はい、とかいろいろあるじゃないですか、うん、だからお金の話になると思うので、まあ、うちのチャンネルで扱うテーマとしてはまあありなんじゃないか、はい、はい、いろんなことをね、やってる競馬好きの人もたくさんいると思いますし、まあ節約主婦の方もいたとして、やっぱ子供がいるから節約主婦なわけですしね、うん、きっとサブテーマとしてやっぱりね、気になることは多いと思うのであると思います。ということでですね、はい、まあ、子育て、育児、教育関連の話って、まあ、僕はね、父親、男親なので、はい、その父親目線からの、教育論みたいな話なんですけど、うん、考えてることやっぱいろいろあるので、こう見て、はい、
意外とね。意外とね、そう。意外っていう。なので、はい、はい、定期的に取り上げていきたいなっていうふうに思っているんですが、はい、まあ、ひとまず今日は今、うちの息子の教育方針で、ちょっと中期的に、はい、長期じゃないですね、短期でもない、中期的に考えて方針みたいなのを、3つ。はい、3つ。うん。3つだけね、話したいと思います。じゃあその3つなんですけど、まずその1、はい、小学校受験をさせる。はい、ちょうど今やってますね。はい、これさ、うん、前ね、副業の動画で、はい、学歴について話したって覚えてる。いい大学に行ったらさ、その人脈ができたりとか、そういう意識が高い人たちの周りに囲まれて、その自分も成長していくって話ですよね。まあ大雑把に言うとそれは スピードも速いし、ね、そう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 、それはね、だから今の、まあ、自分の仕事からでもやっぱりその学歴っていうのが大事だなっていうふうに思うんですよ、うん、今の日本っていうのは何かと本当に学歴が、大事なんですね。まあ何か何ていうの、就職先にね依存する、そう、学歴コンプレックスみたいな、何かいい大学行ったらいい会社に入れて、で老後も安泰みたいな、そのな昭和の価値観で言ってる話ではなくて、はい、その自分で自分のこう未来を切り開いていく力を身につけるっていう上でもやっぱり学歴はすごく大事、はい、でそういう話をしてるので、その詳しくはその副業の動画っていうのを、なんか僕らがどういうふうにこう生きてきたかみたいなね、あの時よ、金田氏めっちゃ今日の話すげえ刺さったわって言ったくせに、あったねえじゃねえんだよ、見ろよ後でここに URL 貼ってあるから、分かった、全然刺さったって嘘ですからね、なんかすごい なんていうのあのプスって皮に2枚ぐらいに刺さったみたいなもんでしょ、金田さんの刺さったって、えその時はズバッと刺さってんだよ、海馬に入ったものがだんだんこう、なんつうの、その奥のちゃんとしたね、長期記憶に入っていくらしいんですけど、ねえや、海馬を経由しないから、なんなんだよ、本当に。なんなんだろうね。はい。まあ、で、そのためにですよ、そのために、その子供には程よい負荷をやっぱかけ続けたい。ずっと負荷をかけ続けたい。その話はずっとしてますよね。そうそうそう、ね、うん、うん、っていうのと、やっぱね、普通の水準が、普通だよねっていう水準がそもそも高いっていう意味だよね。そういう環境にもう身を置かせたい。だからドラゴンボールの世界ですよ。あの重力がきついところで修行するっていうね。そう、あの感じだよ。だからあそこはもう常にその普通より強い負荷がかかってるけど、でもあそこで修行するっていうか、あそこで暮らすことでそれが普通になる。海王権の話ね。そう、別にボクシングやらせたいわけじゃないですよ。分かってますか？分かってますよ。はいはい、はい、で、そういう話ですよね。だからそういう普通の水準が高い環境に身を置かせたいっていう理由がまずあります。で、うちは神奈川県じゃないですか、はい、神奈川県なので、うん、まあ、やっぱ ねその小学校受験とかっていうのも慶応ね、はい、慶応大学幼稚舎、はい、慶応横浜青学ね、まあ、横浜国立大の付属の小学校とかね、はい、まあ、そういったところがやっぱエスカレーターで行けるところが人気なんですよ、当然。いやー、だって名前聞くだけでもおおって思いますもんね、うん、まあ、やっぱ慶応幼稚舎に入ればもう人生そこで安泰みたいなことを考える人って多いですから、楽かどうか分かんないよ、その子供自身がね。だけど、まあ、親としてはやっぱそういう気持ちになるよね。もう、それとりあえずそこで普通に生きていってさえくれれば、そのまま慶応大まで。大学までは、いいところが出れるみたいな、ね。そう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 、はい、うん。で、僕は大学までエスカレーターで上がっていけるところっていうのは正直あまり興味がなくて、だから程よい負荷をかけ続けたいっていう。中学でも何かしら受験を。そう。そういう意味ですか？そう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 。はい、やっぱ中学受験も、中学受験って人生で一番辛かったっていう人すごい多いですよ。へー、そういう風にしたいな、そういう負荷をかけたい。中学に受験があるなんて知らなかったもんね。いや、俺たちはさ、もうちょっと田舎だったらそんなとないじゃん、小中学近所にあるじゃん。だからそこになんか受験っていうものをなんかこう頭に挟めなかったぐらい知識がなかったから。俺すごいなんか、なんで忘れてたか分からないけど、すごい仲いい友達だったから、一番仲いい友達がだからその受験のなんか勉強してたのもすごい知ってるし、試験受けに行く日もなんかみんなで応援してるみたいなのやったからさ、それは覚えてるんだけど。あ、そうなんだね、うん、今思い出した。あれ中学だったね。そう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 です、はい、だからやっぱ大変そうでしたね。なるほど、うん、まあ、そういうのをそういうのがあるので、まあ小学校受験をまずさせようということでね、はい、うん、はい、そして、その27歳までは運動中心を、まあ、これもね、金谷さんにはずっと言ってることなんですけど、はい、まあね、例えばさ、小さい頃からすげえたくさん習い事をさせて、なんか幼稚園児の段階でさ、文字が書ける、なんか足し算引き算ができるとかさ、計算ができるみたいなのって聞くとさ、うわすごいなこの子みたいな風になるじゃないですか。いや、思っちゃいますよね。うん、うん、そうそう。だけどそれってまあ数年も経てばさ、うん、誰でもできるじゃないですか。そうですね。例えば2桁の足し算とかができたとしてもね、うん、でももうそんな余裕でしょ、できない子は。普通に考えれば、ああ普通の学校に
行きさえすれば、うん、義務教育は、そう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 、誰でもできることで、はい、だから小さい子供の能力っていうのはもう個人差があって当然なので、うん、なかなかそうね、おむつが外れなくてずっと、はいはいはい、あのね、おもらしをしちゃう、おねしょをしちゃう子がいたりとか、言葉がなかなか出てこなくて、なかなかこの子なんかね、たどたどしくて片言ばっかり喋れないっていう子が、まあまだ同級生にも5歳でもまだいたりするけど全然、はい、うん。で今周り見てさ、うん、おむつしてる、ね、大人がいるかって言ったら、金谷さんはそろそろおむつもしないといけない、ちょっと近くなってきてるね、俺たちは、俺たちはそうかもね、まあ、大学生で考えるときにさ、まあそうだね、いるからさ、いないんじゃないですか、だからそんな今いろんなことが早くできるとか、なんとか勉強ができるとか全然重要じゃないと思う、なるほどですよ、はい、うん、誰でもできることだからね、うん、ただですね、そのまあ脳科学の本を、まあ、子供生まれた頃かな、いろいろその育児に関する本にバーってあの読んでたんですけど、その中脳科学の研究結果を書いてる本があって、はい、その7歳まで、子供が生まれてから7歳までの運動量、はい、運動量、運動させる量っていうので、はい、その脳のキャパが決まるっていう話がねあってね、はい、うん、この話したことあるよ、何回もそう、はい、それがあるので、要はだから器の大きさというのがそこで決まっていくと。なるほどね、うん、さらにそれは同じことじゃなくて、例えばずっとひたすらこう野球をさせ続けるとか、いろんな体のこう動きをさせた方がいいという。なるほど、いろんな箇所を動かすことで脳みそを活発に、そうですそうですそうです、そういう発達させる、そういうのがあのなんか明らかになってきているらしくてね、要はその器、大きな器を作っておけば中身は後から詰め込めるじゃないですか、ね、入れていけるじゃないですか、うん、だけど器の大きさが7歳まで決まるって言ったら余計なことをしてて、そのちっちゃいままその中身ばっかり入れてってもしょうがないから、まずはこう器作りじゃないですか、確かに、なるほど、うん、だから大きな器作って中身は後でどんどん詰めていけばいいだろうっていう、そういう考え方でまずは運動させたいな、はい、うん、運動とかね、あと、いろんなものを知らないものをとにかく見せるとか、だから旅行に連れて行く、はいはいはい、だから僕がその SFC 修行を去年やったのはそれがやっぱ子供にいろんなところを見せたいみたいな気持ちがすごく、もう全部家族で行ってますね、そう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 、知らないところをどんどん、そういう経験がやっぱ脳を活性化させていくっていう、うん、まあそういう研究結果があるので、はい、うん、だから今子供は、ね、スポーツ幼稚園に通わせてて、はい、なんだろうな、俺全然スポーツとか、まあ運動神経全然良くないんですけど、だけどそのなんかプロサッカー選手の子供とかプロ野球選手のね、いたね子供とかが通わせてるような幼稚園にうちの子入れて、うん、すごいのよ、負けたくない意識がみんな、だから親とかも、あ、親も、親もすごいのよ、やっぱああいうとこって 競争か、確かにね、そんなプロ野球選手で自分の娘が息子だっつったら、そうそうそう、他の子に負けられないとか思っちゃうかもしれないね、うん、元日本代表のあの人マリノスね、いたよこの間、マジで、うん、あの運動会見に行った時、今の年長さんに言ったね、そういえば、そう、教えてもらったけど分かんなかったっていう、サッカーに疎いんで、ね、だから毎日朝からね2キロまず走るとか、縄跳び飛び加工とかさ、なんか、なんつうマット運動とか、三点倒立とかさ、マジか、あいつ大変だ、もうできるからね、あのすごいね、壁なしのすごいね、20秒とかやってるもん、ちっちゃい頃からやってると違うんだね、逆上がりとかもさ、もうできんのよ、俺自身で、そう、俺小学生までできなかったよ、自分で、いや俺逆上がりなんて小学生まで知らないよね、そう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 、上達も早いんだな、そういろいろ覚えることがね、脳みそが、だ毎日ね、ずっと運動しますよ、だそれはすごくいいなと、うん、でもそれも別にそのなんか三点倒立ができたから何なんだみたいなことを、まあ、やっぱそのスポーツ幼稚園批判的なあのことを思う人は言うんですよ、今できたからっつって、はい、別に何そんなのできたから何なんのみたいな話とか、まあ何でもそうだけど、ピアノが弾けたから何なんのみたいなのと、まあ、同じかもしれないけど、だけど、まあ、そうじゃなくてやっぱ脳のキャパを広げるっていう、そこが目的だから、そう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 、3点倒立が目的じゃないですね、そうそうそう、でその友達とねかけっこじゃないや、その競争で勝つことも目的じゃないから、うん、うちは全然そのなんて誰が早い誰が遅いみたいな話も全然興味もないしね、なるほど、うん、まあみんな頑張れて、悪気なくディスられるね、なんつうの、いやだからうちは何秒で300m 330m そうみたいなのがあるんだけど、うん、それは何秒 でうちの子はなんかちょっと遅めなんで、うん、やっぱ1位の子とかともう幼稚園だからだいぶ差がつく、うんうん、で10秒とか遅くなるんだけど、でそれが30秒で走るんですよ、はい、30秒で走ってうちの子は例えば40秒かかってたんですよ、はい、で
いやなんか先生がタイム間違えてて、うちの子なんか40秒だったんだけど、40秒とかなんかありえなくないみたいなことを普通に言われるんだけど、いやうちの子そんぐらいなんですけどみたいな悪気なくディスられるっていう。なるほどね、そういうことね。ああそうだよねみたいな、誰々早いもんねみたいなさ、そういうことを言ってあげないといけないけど、いやうちの子、うんみたいな大変なんだよこういうなんかそういうのが、ちょっと文化も違うだろうしね。そうそうそう、うん、うん、今コロナだからあれだけど、親が出る競技みたいなやっぱ、はいはいはい、本気なのよもう 親も大丈夫なんかアスリートが来るからさ、すごいよ、俺絶対出ないから。そうかバネが違うみたいな、走ってるの見て、あの人本物だなみたいなさ。はい、その3 はい、はい、英語より日本語、やっぱね小さい時からね、はい、英語を習わせたいじゃないですか。いやちょっと思う、うん、もし子供がいてってなったらね、うん、その吸収がやっぱいいって言われてる時期にさ、いろんな言語を入れてなんかバイリンガルっぽくしたいとかさ思うでしょ、うん、俺も思ってたもんだけどね、その1歳ぐらいの、うちの子なんかもう1歳半ぐらいの時に今の幼児教室に入れたんだけど、うん、その先生に、言われたんですけど、はい、日本で普通に生活していこうと思ったら、はい、まあ、特にね小学校とか中学校受験とかさせるつもりだったら、うん、英語が邪魔になる、邪魔になる、うん、で混じっちゃう、でもお芝居的になっちゃうみたいな、そういうことなのかもしれない、必要最低限の日本語力が身につく前に英語を入れてしまうと、その日本語が入るスペースっていうのがなくなる、脳が混乱する。なるほどね、うん、まあ、英語もある、日本語もある。で10入るところに本来だったら日本語10入れた方がいいのが、日本語5、英語が5とか なっちゃうと、その日本語力が、基礎力がつかない。帰国子女の人とかがやっぱすごいみたいな感じでさ、ちやほやされるじゃん、なんか中学高校でなんか急にそういう人がバーって入ってきたりして、そうね、英語ペラペラ、そう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 、普通にこう海外でただ海外で普通に暮らしてただけの帰国子女って、まあ、実は日本語も英語もどっちも中途半端だから、あ、そうなんだね、うん、あいつバカだぞみたいなそういうケースが実は、うん、なんかあのそういう人いたら本当申し訳ないんですけど、うちのいとことかそう、ちょっとなんか中途半端なあのパターンが多いっていうのを聞いたことがありますね。でもテストやってもできないとか言いますもんね、英語を100点取って当然と思っても全然できないとか、スピーキングと文法を書くのが全然違うからみたいなのもいろいろあると思うけど、はい、うん、だからやっぱね日本語力の方が、日本で暮らしていく上の日本語力っていうのが身についてないっていうのが大きい。そうだね、確かに、うん、で、あのね、小5、例えば小学校5年生ぐらいでその海外で、あの親の仕事の都合で海外で過ごしてて、それが日本に帰ってきて、うん、で、まあなんか当然そういう人ってそのお金持ちの人多いじゃないですか、はいはい、だから中学受験普通に、はい、だからどっかさせ、慶応でも入れようみたいな、うん、でさせようと思っても基本的な日本語力が不足しているから問題の意味を理解できないっていうケースが結構多いんだって、ね、しかも全然優秀な子で地頭とかはいいと思うんだけど、うん、問題を理解できないからもうどうしようもない、そこは日本語力がなんか圧倒的に欠けてるから、やっぱそれってもうなんかずっと暮らしていく上で培ってきたものとかそういうもんだから、なんか一朝一夕で身につけさせようと思うとなかなか難しいし、すごく苦労するんですよ。それは日本に住んでの日本語をっていうのがあるんだね、うん、きっとね、日本語をこうね入れ続けて、そうそう、それがあるらしいんで、だからやっぱ当たり前の踏まえた上での問題みたいなのあるじゃん、はい、日本人として、うん、当然のことが踏まえられててのテスト問題みたいなのやっぱあるんで、八百屋さんでみかんを買いましたの、八百屋さんって何だろうかな八百屋さんなら人参とかにしろよ、なんでみかんなんだよ本当にでも八百屋さんみかん売ってるよね、まあまあまあ、そうだけど八百屋さんって言ったら野菜だからさ野菜を言ってくれよ、なんでそこでみかんをチョイスしたかったのこれがね長くなる原因なんですよ、もう本当に、はい、でね、しかもその、うん、幼児期の記憶ってね、うん、面白いぐらい忘れてくるんですよね、はい、だから小さい頃身につけた英語って本当ちょっと使わないとすぐ忘れますよ。実際うちのいとこがインドネシアに数年行ってた、うんうん、小学校時代、はい、帰っている時に外国語を喋るんですよ、うんうんうん、親戚と会った時に自慢的に、うん、でみんなで何言ったか分かんない、すごいってなるんだけど次の年に会った時にもう何語も喋れなかった、あ、何一つ喋れなかった、それをね、そっちの言葉を、そう、まあ、だからそう忘れる、やっぱ忘れるんだよ、小学生ですよ、でもね、うん、だからもっとちっちゃい頃だったら本当にすぐ忘れるから、インターナショナルスクールに、はい、ね、彼女の子は結構入れて、でそのままネイティブスピーカーにしたいのか分かんないけどっていうパターン多いんだけど、はい、普通にそこからなんか日本の学校を入れたら絶対忘れるんですよね、うん、うん、でもそのまま留学させるとかって全然いいんだけど、そのもう本当に戦略によるっていうか、一番いいのはもうなんかそのまま一人で留学させるのが一番いいっていう話は聞きました。あんまり言ってますよ、うん、俺は一緒に暮らしたいことを言って
親としてはね。そうそうそう。それそういう風にするんだったらやっぱいいんだろうけど。なるほどね。うん、うん、だからやっぱ英語より日本語。うちはもう日本で、まあ、大学受験までさせたいな。わかんないよね、普通にな。子供が自分で高校の時とか中学の時とかね、留学したいって言うなら別にそれは行けばいいけど、自分で英語勉強して行けばいいだけの話だから、はいはい、幼い時期から英語をボコボコにするぐらいの勢いがないんだったら、後から覚えた英語で十分ですみたいなことをやっぱ言われた。いっぱいいますもんね、なんか社会人になって英会話スクール入って普通にペラペラ喋れる人も、うんうん、いや、いるいるいる、うん、そうで、ビジネス英会話とかその旅行の英会話とか日常会話ぐらいだったら、そう、全然なんか日本なまりがあったところで全然なんか関係ないじゃん、伝われば、うん、そうそうそう、で英語なんか特にそういう人ばっかなんだから、いろんな国の人たちが集まってるんで、英語喋る人たちってそんなネイティブにこだわる人は全然ないかなというふうに、はい、まあまあうちはそう思って、英語よりやっぱ日本語かと、まあね、はい、まあ、今はこの三軸を基本にして、うん、やってるんですけど、はい、時間ですよ長いんだよ話が、今日熱入ってたね。で今でもね、でも結構ハードなスケジュールをこなしてるんですよ、はい、うちの子、はい、見てこのスケジュール、まず今ね、僕が6時半に起こしてるんですけど、うん、今6時半に起こして、朝まずベランダに連れてって縄跳び、ベランダで縄跳び、縄跳びさせて、はい、寝ぼけた顔で縄跳びでやって、あと勉強をさせて、テキストね、あるんだけど、それをやらせて、うん、であと幼稚園の準備するじゃないですか、ご飯食べたり、はい、着替えたりとか、その辺やって、うん、で全部終わったらその出発するまで遊んでいいよ。なるほど。そこでこう雨渡り、心が折れるんで、うん、で、8時に幼稚園に出発、うん、はい、で、まあ、幼稚園に行ったら9時から10時まで1時間2キロ走ってみたい なんかそういうスケジュールを過ごして、で5時頃帰ってくるのかな、はい、5時頃帰ってきてまた、勉強して、あ、決まった彼のなんか仕事っていうのが、そう、洗濯物を畳むんだけど、それを やらせて、はい、でなんかお風呂とかご飯とか、その辺が全部終わったら、まあ、就寝準備の時間、寝る時間までは遊んでいいよ、はい、なるほど。その自由時間があってっていう感じで、うん、今8時半から9時の間ぐらいかなに、まあまあ寝るっていう。なるほどね。このパターンですよ、こういう生活をして、であと週2回に夕方塾に、幼児教室、今ちょうど行ってるんですよ、そういう暮らしを、はいはい、うん、いや結構ハードっていうか、うん、自分の幼少期と比べたらえらい違いですよ。俺全然違う、自分の幼少期のことは放置されてたから、ね、もう何やってたか分かんないよ、幼稚園の時の。何にも覚えてない。そう、勉強が上にも下にもあるじゃないですか、うん、朝も晩も、うん、やんないよね。ないないない、そんなのすげえなと思って。今の子は好き放題遊んでたよね。そう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 、うん、まあまあこれがその今のね、うちの教育方針の概要なんですけど、はいはい、まあでもね、他にもそのお金の話とかさ、じゃあその塾行かせるんだったらいくらかかるとか、受験したらいくらとか、学費がいくらかかるみたいな、いろいろあるじゃないですか、お金の話で、うん、うちはあくまでもそうやって受験をさせてって思ってるけど、そうじゃなくて別に なんていうの、あの負荷をかけることが目的なんで、最終自分が希望するところにやっぱ行けなかったら、まあ別に公立の学校に行ってもらっても全然それはそれで構わないですよ。とにかくだからちゃんとしっかりこうコントロールして水準の高い負荷をかけるっていう、うん、ああそういうのが、目的なので。でも昨日さ、その、うん、先輩とね飲んでね、同い年の子供がいるんですけど、うん、2歳ぐらいの時かな、はい、話した時に、まあ、なんか同じような感じで、やっぱそのなんか自分があなたと同じ高校だった先輩です。あ、で自分が受験の時すごい苦労したんで、高校大学受験苦労して失敗して、うん、でなんか希望してない大学に結局行くことになっちゃってって話をしてて、だからなんか息子にそういう思いをさせたくないから、今のうちからなんかいいレールを敷いてあげたいみたいな。なるほど。で言ってたんだけど、昨日も話したら、でもそんなことをね親が考えるのはねおこがましいよって言われていいや自由でっていうので、もう方針を変えたらしいです。変わってくるんだね。そうそうそう、だから分かんないです。俺も今そうやって言ってるけど、うん、まあそれはどうなるか分かんない。今はこう思ってて、でやっぱその小学校受験をちょうどねさせて、今からねその受験ちょうど1年なんですよ。11月から10月まで、はい、で11月に試験あったんですよ、10月11月で。だから今から1年がその年長の1年で大事な時で、それが始まって、だから一気にいろいろこう変わってきたのね、そのテキストの量が増えたとかさ。なるほど、うん、だからさ、こういう経験はなんかそれをこうお伝えしていくことは役に立つかなと。いや絶対立つですよね、うんうん、なんかね考えてる受験考えてる人、はい、考えてないけどね、子供をこうどう育てていこうかとかさ、うん、どう勉強させようかみたいなのにはちょっと幼少期の勉強には役に立つのかなというふうに思うので、はい、まあ、そのあたりですね、この体験を通して思うことなんかを、まあ、お伝えしていく小学校受験シリーズですよね。お受験シリーズですよ。これを不定期で始めていこうかなと、うん、いいねがつかなかったらやりません、2回目は。
でもまあこういうことをちょっとちょいちょいやっていこうかなというふうに金谷さんをこうまともな大人にするためにもですね、いや万が一なのね、できるかもしれないね、いつか。いやそれはそうです、それは分かんないし、変わるんじゃないかと、そのなんかあの急にさ音信不通になる、平日に音信不通になる寝坊おじさんがさ、ちょっと変わってくれるんじゃないかみたいなこともちょっと期待しつつ、こういうシリーズをやっていこうかなというふうに思っておりますので、お付き合いいただけると、嬉しいですね。はい、ということで、今日の話がちょっとでも面白かったらグッドボタンを、チャンネル登録もねお願いします。テンション低く。節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。頭が頭痛っていうコメントをくれたんですけど、頭が頭痛で痛いよって言ったら3連10元すげえな、すごいね。切ります。